畠山国氏は、鎌倉時代の武将、畠山康志国の着市。東鏡における所見は、還元2年8月15日上の上野三郎国氏であり、この頃までに元服を済ませていたものとみられる。以降、校長3年8月15日上の畠山上野三郎国氏に至るまで26回登場する。 なお、上野三郎という通称は、上野国国史の三郎であることを示すものであり、光月の助であった畠山康子国の三郎であったことが伺える。東鏡を見る限り、大国も国史も将軍家の愚部人、近所、随病としての役目や、在関東の御家人としての造営役の負担などの御家人役に、その活動は止まっていたらしく、 徳宗家等の有力者との関係は見出せず、また、鎌倉幕府の中枢に配された様子も伺われない。ただし、足利氏の所流ではあっても、国氏の頃の畑山氏は、足利宗家からは、一応独立した御家人の地位にあったと考えられている。北条義時の妹を祖母とする、国氏のその価格は、武家儀礼の実態から判断して、 他の法上書流一門の当主の扱いに準じていたと、される。前述のように、東鏡によって、大国の着手の名が国史であったことが伺える一方で、尊卑文脈や、両畑山経図以下の経図類では、大国の子時国と記載する。そのためか、江戸時代の経図集である、完成重修書家府や、経図三様では、国史イコール時国、すなわち、時国を、 国氏の解明後の名としている。しかし、あず鏡に、畠山時国の名は一切登場せず、また、尊卑文脈以下の系図類では、畠山高国を時国の子とするが、時国イコール国史の子とすれば、あず鏡における国氏の終わりみである校長三年から、高国の青年加減三年まで四十二年の開きがあるため、両者を不死とみなすことは、ほとんど不可能であり、 その間に1、2代の欠落があると考えられている。また、時国の通称は、畑山三郎太郎と伝わるため、国氏と時国が同一人物であるかどうかについては、検討を要するところである。ありがとうございます。